どうも、はじめです。サンアントニオインテキサスにおります。でね、今日はこちら HEB プラス、これが多分ローカルのスーパーマーケット、めっちゃあるのこの辺に、サンアントニオに。めちゃめちゃ広、めちゃめちゃ広い、さすがテキサス。そして入り口にはチャイニーズフードだ、アメリカンチャイニーズフード、テリヤキチキン、テリヤキチキンボール、餃子、チャーハン、餃子焼いてる、寿司も置いてある。結構カリフォルニアと比べて安いね。だいたい10ドルぐらいするんだけどね、こんなの。さあ、そしてアップルパイですね、アメリカ人のソウルフード。いや、めちゃめちゃ広いわここ。そして、まあ、バーベキュー用の焼くやつ、あ、結構美味しそうだな。しかも値段もカリフォルニアと比べてだいぶ安い気がしますね。いや、いいですね、こういうさ、アメリカのバタークリームのケーキ、しびれるよね。いや、ああいうケーキってめちゃめちゃうまそうじゃないですか。すんごいんだから。すんごいよ、これ。チキンも綺麗に焼かれております。ロッツタリーチキンかな？こういうキッチングッズのコーナーもありますね。皿とかキッチン用品とか。そして広がる肉コーナー。でかっ。こんなでかいある必要ある？めっちゃでかいな、ここ。安い、安いわ。全然カリフォルニアより安い。だいたいチキンサイとか、まあ、1ドル20とかするけど、まあ、1ドルちょっとで売ってるし、ステーキ肉とかどうなんだろう、ステーキ肉。リブアイもパウンド 13.49 だし、なんか牛タンも売ってますね。冷凍じゃない。やっぱメキシコが近いせいもあってか、こういうメキシカンが食べるような食材もたくさんありますね。こんなでかいひき肉ある？でかすぎない？4キロのひき肉、アメリカンスタイル和牛、安いな。パウンド 7.99、 全然サシが入ってないわ。まあ和牛スタイルだからね。サンアントニオてかさ、ダウンタウンにあるパールブリュワリーカンパニーの跡地みたいなとこを観光で行ったんですよ。サンアントニオで有名なブリュワリーなんだろうなと思って、結局ね、そこのビール飲めなかったんですよ、そこで。まあ動画もボツにしたんですけど、そのビールを探しに来たんですけど、売ってない。パールブリュワリングって何なの？そのビールがないんだけど。これを買います。アラモビアカンパニー。アラモっていうのはサンアントニオにある、まあ、世界遺産の、まあ、遺跡なんですけど、まあ、そのアラモでしょうね。っていうか、めちゃめちゃ広いな、このスーパー。びっくりするぐらい広い。カリフォルニアのスーパーもアメリカなんで広いとは思うんですけど、なんかこういう普通の一スーパーが、本当に。でこう見ててもさ、マヨネーズだけでどんだけ種類あるんだ、ケチャップだけでどんだけ種類あるんだと、マスタードだけでどんだけ種類あるんだっていう。でこれ、こっからね、こっから全部バーベキューソースだから、ずーっとこれ全部バーベキューソース、全部バーベキューソース、すごいね。どんだけバーベキューソースあるんだよ。まあテキサスってバーベキューめっちゃ有名なんで、バーベキューソースたくさんあるの分かるんですけど、いや、すごいね。
ほんとびっくりする。ほんとにびっくりするわ。種類がすごいな。ハムとソーセージの種類がすごい。あ、アジアンフードコーナーがありますね。醤油、あ、醤油もいろんな醤油がある。めっちゃ怪しいけど、見たことのない醤油とかあるね。美味しいインドミーのニゴレンもある。これうまいよね。そう、最近ね、ラムネがよく売ってるのを目にするんですよね。このラムネは人気なのかな。ちゃんとビー玉入ってんのかな。洋服とか家具とかもあるから、ここはあれですね、ターゲットとかウォルマートとかそういう部類のスーパーというか、ディスカウントストアなんて言うんだろうな、そういうとこになるのかな。でも食材がメインっぽいよね。こんだけ食材のコーナーがあるんだから。冷凍コーナーもすごいよ。冷凍コーナーもすごいし、お菓子も。てかさ、ここのセクションの道がめっちゃ広い。まあ土地がいっぱいあるんだろうね。カリフォルニアじゃもう家買えないけど、テキサスならね、買えるっていうしね。まあこれが多分アメリカの正しい姿というか、まあみんな言いますけど、まあ、ちょっと普通に働いて頑張れば大きな家が買えるっていうのが、まあアメリカンドリームじゃないけど、アメリカのいいところだったんですけど、もうカリフォルニアとかそういうレベルじゃなくなってきてるんですよね。もう家とか絶対買えないし、もう物価が上がりすぎてて、みんなテキサスに移住してる人もいっぱいいるって言いますし、まあ、どこに幸せ、価値観を求めるかで全く変わりますけど、まあここがアメリカっていうか、なんかテキサスとか来てて思うのが、なんか10年前のカリフォルニアにいるのかなみたいな、なんかそういう雰囲気だったり、値段とか物価とかもそうなんですし、ね、10年前あこんな感じだったよなって思います。レストランとか入ってもまあそうだよね、こんぐらいの値段だよねみたいななんですけど、もう今カリフォルニアでね、レストランとか行こうとしたらもうどんだけ金取られるんだっていう、もうびっくりしますよ。いや、コーラの数、コーラの種類、数もそうだし種類もそんなあるかい。すごいな。ちょっと水が必要なんですよ。テキサススプリングウォーター。卵安くないですか。$2.58。まあ種類によって高いのはありますけど、まあ 1.70 もあるな。これはケージフリーじゃないのかな、だから安いのかな。カリフォルニアはケージフリーにしなきゃいけないっていうルールがあるんで。いや、冷凍ピザの種類、この列全部冷凍ピザです。いや、いいね。やっぱアメリカ人はピザが好き。これはテキサスに移住する人がたくさんいるっていうのは分かりますね。まあ街を選べば治安いいとこたくさんあるし、まあ、物価が安い。カリフォルニアと比べて全然安い。うん。さすがテリーマンの街っすね。あ、やっぱテキサスクローバーホールド。やっぱテリーマンかな。今マップ見てたんですけど、ここ HEB プラスなんですよ。で、普通の HEB もあって、もしかしたらここ、ちょっと大きめのとこかもしれない。プラスついてるな。なんか家具が置いてあったり、なんかターゲットとか、ウォルマートみたいな感じになってるのかもしれない。キャッシャーも多いな。無人キャッシャープラス22レーンあります。いいね。HEB T シャツとかあるやん。ちょっとかっこいいんだけど。テキサスオリジナル。キャップとか。あとこういう T シャツ。靴まであるやん。すごいな。テキサスローカル。ちょっとダサい。キャオテン、ヌルドワイ。さあ、というわけでね、ビールと水だけ買いました。まあ、テキサスのローカルスーパーマーケットだと思います。いや、安いよね。物価が、やっぱカリフォルニアと比べて安いなっていうのがすごいびっくりしました。まあ、物価安いし、土地広くて家も安いし、
まあったかいしね、まあカリフォルニアからねこっちに移住する人たくさんいるのを、まあ、理解できるというか、まあそうだろうなって思うんですよね。ただね、私はねサーフィンしたいんで、まあ、近くに海ね波があるところがいいなとはずっと思ってるんですよね。もしねサーフィンしてなくてアメリカが好きだったらこっちに移住してるかもしれない。日系企業とかもね結構、どこだっけな、ダラス、ヒューストンのあっちの方に、たくさんね会社を移してるらしいんで、まあ、タックスも高いからね、うん、まあ、そういうことだと思います。こうやってね街歩いてたりスーパー行ったりすると、あ、まあ確かになっていうの本当わかりますわ。でまあね、自分のこの何て言うんですか、価値観というか、まあプライオリティがどこにあるかっていうので全然変わってくるのかなと思います。さあ、というわけで本日はアメリカのスーパー、まあ、テキサスのスーパーに行ってまいりました。いいね、テキサスのスーパーはそんな感じなんだ人はグッドボタン押しちゃう。広すぎだね、そんな広いとちょっと買い物しづらいよって人も、グッドボタンやっちゃう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. てかさ、この街めちゃめちゃ暑いの、昼。夜めっちゃ寒いの。夜寒いは、ほんと砂漠気候っていうんですかね。この太陽光がめちゃめちゃ暑いの。ただね、風が吹くと本当に寒い。